こんにちは、ゆっくりリグルです。こんにちは、そしてこんばんは。ゆっくりミスティです。今回が、一応正式な3周年企画なのね。もうじき、とか、そろそろ、とかつかない記念日企画なのだ。で、今回のテーマは何？どれどれ、自然と、進化と。今回のテーマは愛なのだ。またまた、AI のことじゃないの？嫌ですよ、リグルさん。違う、ズバリ愛なのだ。え、覚えて言いますーかー。目と目があった時よー、の愛？まあ、その愛。哲学者であれば、空間と時間が愛そのものだと、言いたげなところ。生物を扱う上で、自然と進化、あるいは、生態系と歴史が愛だということを言いたいようなのだ。なんか小難しくなる予感がするわ。でも今まで述べてきたことの、主張テーマになるらしいよ。ミスティは愛と言ったら何が浮かぶ？え？覚えていい？いいよ、二度ボケなくて。そりゃまあ、親鳥に巣で温めてもらったり、餌を運んできてもらったり。ひなの頃の思い出ね。飛びながらかっこいい殿方に出会ったり、片思いで失恋の思い出ね。気をつけないでよ。怖いくらい、覚えているの。ごめんごめん。まあ、やっぱり親子の愛とか男女の愛とかだよね。まあそうでしょうよ。しかし、そうした愛のみを愛だと考えているならば、進化論はダーウィン論以外に発想できないであろう。なんか唐突ね。そういう意味では、ダーウィンも妻や子供たちへの愛情は非常に深い人だった。娘を病気で失った時、神への信仰もなくしたとも言われているぐらい。こうした目に見える対象への愛着というものもあるだろうけれども、歌でももっと愛を与えてほしいという悲恋から、愛されるより愛したいといったメッセージまであるよね。そう、作詞家にも多いように思うんだけど、愛に真摯に向き合うと、この感情は今世のものだけではないという信念から、前世からの約束や永遠という表現といった、時間を超えた愛に触れることもあるようだ。こうしたものの世界を超えた愛もあるのね。しかし、唯物論者はこういった愛も脳の産物と捉え直し、死んだら残る愛も何もなく、燃やせば灰と二酸化炭素とカルシウムになってしまうと考えているかのようだ。まあ反論するだろうけどね。ミスティは、愛という印象に宝与えられる、あるいは体与える愛を考えたけど、まず愛の始めに、自己愛、自己保存的なものも入れてもいいかもしれない。ああ、確かに。生物もまず自己保存的な機能は必ず持っているね。1生物個体の存続という命題。どんどん。動物の行動を、餌を取るためであるという見方は、一面正しく、個体維持というのは生物個体の持つ、一つの本能というか定めとして、エネルギーの摂取は、生物個体にとって必然的なものである。2、生物種の存続という命題。どんどん。加えて、配偶者を探したり、自分の子供を守ったりするような行動は、生物が完全に個体主義であれば、必然的に求められる行動ではない。餌を探したりする時間を失い、天敵に見つかりやすくなるでしょうからね。人間であれば、食料やその代替の財宝も、異性も、所有欲というものでまとめてしまうかもしれないが、個体維持のエネルギーの獲得と、種族維持の伴侶の獲得とは、ちょっと愛の質が違うのかもしれない。ここで一旦整理して、愛を親子や異性への愛と捉えているだけであれば、まあ、そういう人生観で終始している人であればだね。動物や植物に愛があったとしても、この愛を超えることはないと見るであろう。よくて脳や神経の作用で、生存競争の結果、まるで愛と呼べそうな行動をしていると解釈するでしょうよ。すると、生物が配偶者を得ようとしている機会であるとか、より自分の遺伝子を残すことをプログラムされているだとか、そういう見方は科学的であるのではなく、唯物論的な人生観を生物に投影させているだけなのだ。家族を守る行動が、自己の遺伝子を残すのに適したために獲得された性質だとか、そういう見方をしている人に動物愛護とか、言ってほしくないね。リブル、一旦落ち着いて。大体現代生物学で言及できる範囲では、生物とは個体維持を行うマシーンで、種族維持の目的もあるんでしょう？それすらも、個体をもっと突き詰めた遺伝子の情報が、利己的に振る舞った結果の生態、行動であると解釈されている。ただこのチャンネルで繰り返し述べているように、これは唯物論的な思想の固くであって、科学ではない。意を踏んでます。ならば、科学ではない土俵に立って、宗教的な愛の観点から生物を見ても間違いではないのだ。ふむふむ。それで、自然と進化と愛、というタイトル回収なんだけど、自然というのも愛と見ることができるんだね。3、自然と進化という愛。どんどん。背景の月の存在もそうかもしれないけど、生物で言えばまず太陽そして地球も愛の存在だ。わかる気がするけど、それはもう自己愛とか、親子、男女の愛の愛とは比べられない感じがするわ。そうだね。もっと崇高なマクロな愛だね。同様に自然とか生態系とか、森林や珊瑚礁といった存在も、生命にとっての愛だと言えようか。それはもうかけがえのないものっていうことね。植物にとってはもう太陽そのものがそうですね。そしてその植物とか、動物とか微生物などの大枠も、愛の存在だね。自然が愛で、その細かな単位の生態系とか、植物、動物とかを愛と言いたいのね。これで、何がわかるの？
自我の囚われから自由となり、宗教的な境地に至ることで、スミレの、スミレたる本質に触れた数学者、岡木義さんのように、無我なる内を見つめることで、自然の奥の愛がわかるのだ。それだとわからない人も出てくるでしょうけど。個性、純粋経験、知的直感などというもので、掴む以外にないんでしょうけど、あるものはあるのだ。同様に時間についての把握もそうなんだね。そもそも不死でない地上の我らが永遠を知るということ自体、我らが有限の存在ではないことを示していないだろうか。なんですって、もう一度。つまり、空間や時間自体を愛と感じることができるのは、おそらく悟りということになるのだろう。つまり、の使い方、合ってました。自然と進化を愛と感じ取れるのは、宗教的な境地が高まった時の状態なんだけど。時の中に流れる愛の対がね。小さな自己愛や対象のある愛を超えて、時空間に包まれ生かされている感覚になったとき。ふむふむ。人はその愛の対話の流れの向きも知る。この枝分かれしている川って？民族ごとの未来だったり、あるいは動物の種の分岐であったり、元一つのものから分かれてきた我らの仲間たちのことだね。大切なのは、この対話にはある程度流れの向きがあって、共感できる目を備えた人が見れば予測が可能だということで、進化にはある程度方向性があるということだ。ふん。すると無方向性で、無目的的な唯物論的な進化論は、受け入れられなくなるのだね。そこに生きて死んでいった無数の者たちの想念が、ある程度その流れに影響を与えていくんだったわね。そう、だから歴史は愛であるし、それは保守思想の拠り所でもあったんだね。だから保守系の言論人は歴史が好きな方が多いのね。まあ、最近は保守政党が環境や多様性の美名に負け、リベラル思想で身動きが取れないでいるようだし、大河ドラマもポリコレに乗っ取られてしまうし。一旦落ち着いて。少数の資本家と多数の労働者という対立の時代でなく、多数の中流階層ができてしまった時代では、その中ほどの生活も、もっと低い階層や自然環境の犠牲の上に成り立っているといった罪悪感、同情心をかきたてて、活動源にする人たちがいるんだろうね。一旦。一方、自落主観によって大河の水量を減らすことができるというのは、西洋人の発明かもしれないが。あとは民族根こそぎ抹消するなどで、大河を干上がらせることもあったけどね。あんたたち言いたいこと言って進行忘れているでしょ。は。丸四高次な愛の視点を持とう。どどんがどん。だから唯物的な人間間の愛を超えた愛の存在を知らないと、自然や歴史の奥にある愛を知ることができないってことだよね。それでいつなるものが分かれてできた存在が愛だし。自然の真の姿ね。この自然間の違いが、ダーウィンと今西金字との違いだったんでしょ。その分かれていく過程の進化自体も愛なんだね。歴史の真の姿ね。愛が細分化されて個別の存在になったのよ。現代科学の範囲で言えば、この地球を超えて、銀河とその歴史も愛の姿なのだね。ふむ。つまり私たち自身が水平的な愛や同情だけでなく、崇高な上位への愛、慈悲に気がつかないと、生物の生態や進化を方向づけてきた愛を、実体あるものとして理解できないので、進化論を進化させるのも私たちの、認識の進化なのだ。今回、霊夢はまともなこと言うじゃないか。中の人変わった？失礼な。どうすれば、その上位の愛に目覚めることができるの？それはうちの神社にたんまりとお布施を、マーリパンチ、ハーヒグーヘボー。マリサの声だったね。ありがとうマリサ。愛という言葉は仏教では執着に近い意味で使われることが多いけど、要は悟りを高め心の中心に近い心境で、自然界や進化を見ると、そこに仏の慈悲の現れが見えるということだね。六根や六識あたりの認識で論理を立てている進化論では、見えないものがあるということね。これは宗教と科学の包摂関係でもあるんだね。生物進化の要因となっているのも、肉眼で見れば、遺伝子とかになるのでしょうけど、本当の要因は、人間や生物の心の内部の、目的性を持った集合的な思いということになるんですね。生き物を物としてだけ見ないというのも、生物への愛なんでしょうね。あ、まとめ的な言葉が出てきたあたりで、では今回はそろそろ終わりにいたします。3年間ありがとうございました。では、今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。